皆さんこんにちは、ロンリーボイスセッションでございます。今日のテーマはですね、体の異変ということでございます。若い皆さんには絶対理解できないと思うんですけども、私もですね、ずっと若いつもりでいましたから、こんなことってやっぱ起きるんだっていう話です。簡単に言うと老化ですね。簡単に言うと老化でございます。年を食ってくると本当に体ってこんなに動かなくなるもんだなっていう、自分もですね、やっぱりスポーツを基本的にずっと、もうそれこそ何年生、小学校の本当に4年生とか5年生ぐらいから、部活とかなんとかひっくるめてやってきましたし、何でしょうね、社会人になっても社会人サークルと称して、例えばテニスだったり野球だったり、それからダイビングだったり、いろんなことやってきました。で、その中でもですね、もう今でもやってます。もう50代後半ではありますが、バスケットボール、これが28ぐらいの時にですね、バルセロナオリンピックっていうところで NBA のその当時のスーパースター、マイケル・ジョーダン、マジック・ジョンソン、ラリー・バードみたいな人たちを核にしたドリームチームっていうのが結成されて、当然のようにオリンピックではですね、金メダルを取ったんですが、そのゲームを見て、その華麗な、何でしょうね、エンターテインメントっていうんでしょうかね、スポーツで見るスポーツとしてのエンターテインメント性に惹かれて、すぐにバスケットボールをチームを作った。でそれがもう今でも続いてて、大体30年くらいそのチームがずっとこう存続しているという、ある意味奇跡のチームで、その今のチームはもうオーバー40ですね、40歳以上の人たちのために、バスケットボールをやろうっていう形のコンセプトでやってるチームなんですけれども、そこにほぼほぼ毎週のように今バスケットボール練習に参加をしております。で、自慢じゃないですけど、すっごいビビたる感じで成長してます。少しずつシュートが、30年かけて少しずつシュートが入るようになってきた、もう自負してます。まあ皆さん周りのね、チームメンバーはもうやっぱり、おじいちゃんというか、大ボスみたいなことでなんか気を使ってくれてますけれども、それは分かりますけれども、でもそんな中でですね、戦っていきたいと、いつまでも戦っていきたいというふうに思ってるんですが、まあそれでもですよ、やっぱりジャンプ力は当然落ちるし、それから関節痛くなる、いろんなもの痛くなる、で、体力は当然落ちるしっていうですね、目も悪くなる、もうすげえですよ老化。いや、一番わかりやすく老化したらやっぱ目かな。今20代の若者の目にそっくり交換できるんだったらすぐしたいっていうぐらい、目が悪い。まあ仕事もありますよ、こうやって動画の制作っていうね、パソコンにずっと向かうとか、あるいはカメラを構えていたらファインダーにをずっと見て、どこに何があるかっていう目をめちゃくちゃ酷使するので、目の疲労度はもう当然半端ないんですけど、もう目はまず見えない。でこっからが本題なんですけど、そのね、老化をどう思うかっていうことだと思うんですね。やっぱり人生長く生きていくと、初めてやることって少なくなっていくじゃないですか。もう本当に分かりやすいね、お姉さんとの初体験なんてのがもう人生のこう初体験の中ではナンバーワンの初体験じゃないですか。でそっから先も、例えば初めて海外旅行に行きましたとか、初めてこんなもの食いましたとか、それからこんなショッキングな目に遭いましたとか、もうとにかくいろんな初体験というのが人生の中でいっぱいあるんですけども、でもだいたい40代ぐらいで終わりますよね、初体験って。ああまあまあ、すげえショッキングな出来事も、あれに比べれば大してショッキングじゃねえなとか、なんかこう自分の中にこういっぱい初体験蓄積みたいなものがいっぱいできてくるので。でも老化って
めちゃくちゃ初体験なんですよね。あ、え、マジ俺こんなに走れなくなったのとか、いやなんかわかんねえけどこの程度で俺腰痛くなっちゃうのとかってのは、これ初体験っちゃ初体験なんですよ。でこれを楽しんだ方が勝ちかなみたいな気はちょっとしてます。まあ負け惜しみって言えば、ま、負け惜しみなんですけども、でも抗えないものに抗う必要もない。ただ金とそれが医療というかみたいなものがこう結びつくんであれば、例えば目ん玉をね、そっくり取り替えられるんだったら、取り替えたいし、でそれはね他人の目玉をもらうということではないですよ。あの技術がね進歩して、なんかこうそれに代わるものがこう科学の力でできました、それが1000万かかります、もし自分に1000万あったらもう即取り替えますよ、取り替えたいぐらい目玉は私にとってはこう大切なもん。それから例えば今はアキレス腱がめちゃくちゃ痛いんですけど、毎週バスケやってるとアキレス腱もですね 5,60 万でこう手術ができるっていうことを調べたら出てきたんで、まあやれるもんならやって、長くこうバスケットボールはもう極力長く続けたいと思いますけど、もし仮にバスケットボールを引退したとしても、あの自由に歩けなくなったらちょっとおしまいかなというかね、あのもっともっと見たことない地、海外のいろんな場所に行ってみたい、だそのためにはやっぱり自分の足で歩きたいというのがあるので、そういうようなところもできればね直したいというのはありますけれども、でもそれ以前にこれ全部初体験っていうふうに捉えたら面白いなっていうふうに思ってこれるようになりました。成長したな。でもね VCA のおかげですよ。あのこれまではそういうところで否定してたのかもしれませんけども、まずは我々は皆さんの意見を、全ての意見を一回取り入れましょうよっていう活動をしてきたからこそ取り入れられたんだというふうに思っております。そんな感じで VCA の活動はですね、皆さんの心もポジティブにしますので、ぜひご賛同くださいませ。さよなら。